昨日の前半戦はイン・ジュナンの流れでありましたが、穏やかな競争水面となった今日5日目のオープニング2つのカードはいずれも逃げでの決着、予選クリア果たした高枠勢が勝利をものにしています。迎えるカードは引き続き企画レースの第3レース三国朝妻です。1号艇岡崎康弘、2号艇松浦博人、3号艇松崎雄太郎、4号艇川尻大輔、5号艇高倉浩太、6号艇菅文也、以上6選手の対戦です。このレース予選突破組は3名、1号艇岡崎康弘、2号艇松崎雄太郎、そして6号艇菅文也です。その中の1人、絶好枠岡崎康弘がインコースの進入、予選3勝をマークして準優勝戦切符を手にいたしました。やはりそのスピードテクニック、格上の存在か、インコースに進入です。2号艇松浦博人が2コース、3コースには3号艇松崎雄太郎、3日目以降は連帯ラッシュ、リズムを上げて予選クリアとなりました3号艇松崎。ここまでがスロー、4号艇川尻大輔、4コース角1に、そしてかまし屋両者5コース、地元5号艇高倉浩太はチルト1度に、そして6コース6号艇菅文也はチルト3度にしての6コース回り、オール3連帯で予選クリアを決めています。3対3定番通りです。シリーズ5日目第3レース三国朝妻、1番2番3番、ダッシュ4番5番6番、スタートしました。インコースから1号艇好スタートを放った岡崎、センター勢3号艇4号艇、5コースからは5号艇ですが、ブロックしながら4号艇川尻がまくっていく、内をつく2号艇3号艇6号艇佐藤も押し切って、1号艇岡崎康弘が先頭、2番手三つの前、外から4号艇川尻大輔覗いているが、内から3号艇松崎雄太郎、2号艇松浦博人、後方は6号艇5号艇、第3レーススタート正常です。1周にマーク独走1号艇岡崎康弘、2番手は握って回る4号艇川尻大輔、内を通って2号艇松浦博人、3号艇松崎雄太郎です。依然として3艇の2番争いが続くが、わずかに最内、3号艇松崎雄太郎が反転進リード、外から艇を並べようと4号艇川尻、2艇の競り合いに潜り込もうと2号艇松浦博人となっています。2周1マーク、先頭は独走1号艇岡崎康弘、2番手センターから先手を取った3号艇松崎に2号艇4号艇内をついていきますが、混戦抜けた3号艇松崎雄太郎単独2番手、3番手は4号艇川尻大輔一定進リード、上位体系現在は1番3番4番、2艇審査で2号艇松浦博人が4番手追走、後方5号艇6号艇が続きます。2周2マーク折り返しホームストレッチ、先頭は独走体制固めた1号艇岡崎康弘、3号艇松崎雄太郎2番手、4号艇川尻大輔3番手、1番3番4番、最終周回に入っています。インコースからゼロ台か、あるいは1丸あたりか、好スタートを決めての押し切り、1号艇岡崎康弘先頭、人気に応えそう。3周1マークから向こう上面、2番手3号艇松崎雄太郎、3番手4号艇川尻大輔、上位体系1番3番4番、3連単134 10.9 倍となっています。後方2号艇5号艇6号艇が続いてラストターンマーク、シリーズ5日目第3レース三国朝妻、1号艇岡崎康弘先頭、3号艇松崎雄太郎2番手、4号艇川尻大輔3番手、上位体系134でゴール、先頭1番岡崎ゴールイン、2番手3番松崎、3番手4番川尻ゴールイン、2番松浦ゴールイン、5番高倉ゴールイン、ラスト6番菅ゴールインです。